皆さんこんにちは。レクサスインターナショナル LX チーフエンジニアの横尾隆美です。この度レクサスは LX の一部を改良し、さらにレクサス初のハイブリッドシステムを搭載した新型 LX700H を発表いたしました。1989年の創業以来、我々レクサスは常にイノベーションの精神を貫き、お客様に新たな技術や価値を提供することに挑戦し続けております。今後もカーボンニュートラル社会の実現を目指すとともに、愛車とともに過ごすライフスタイルを楽しく豊かにしたいという思いのもと、世界中のお客様のニーズにお応えする多様な選択肢を提供してまいります。そして今回はレクサスが推進する電動化の未来を見据え、 LX の電動化モデル LX700H の新設定をはじめとするさまざまな進化を遂げた最新の LX をお届けできることを大変光栄に思います。 LX は2021年に世界中のどんな道でも楽に上質にというコンセプトを掲げ、フルモデルチェンジし、今現在も世界中のお客様から供給が追いつかないほどのご好評をいただいており、改めて感謝を申し上げます。一方 LX はカーボンニュートラル社会の実現を目指すレクサスのラインナップの中で唯一電動車の設定がないというジレンマを抱えていたのも事実です。長らくこの車に携わってきた私にとって、全世界の過酷な環境下で使用される LX の電動化は不可能と思えるほどの高いハードルであり、かつ悲願でもありました。今回ご紹介する新型 LX700H の開発にあたり、最初に固めたのは、電動車であっても歴代 LX が守り抜いてきた信頼性、耐久性、悪路走破性は絶対に犠牲にしないという強い意志と決意でした。どうしたら LX として安心にお使いいただけるか、どうしたら生きて帰ってこられるか、そしてどうしたらレクサスらしい走りを実現できるか、開発チームが一丸となりたどり着いた答えが、パラレルハイブリッドシステムの開発と GF プラットフォームの改良でした。進化した LX、 そして LX ならではの電動車の姿が今ここにあります。新たな電動車 LX700H の開発に挑むにあたり、我々は LX の信頼性、耐久性、悪路走破性を支える駆動系、フルタイム AWD トランスファーローレンジ、そしてトルクコンバーター付きオートマチックトランスミッション、これらを電動化においても維持すべく、 V6 3.5リッターツインターボエンジンと10速オートマチックトランスミッションの間に、クラッチを有するモータージェネレーターを配置したパラレルハイブリッドシステムを採用しました。これによりエンジンプラスモーターの高出力大トルクを確実に路面に伝えるとともに、さまざまなシチュエーションに応じてエンジンのみモーターのみの走行への切り替えをハイブリッド制御システムが最適にコントロールします。そして従来のレクサスハイブリッド車には装備されないオルタネーターとスターターを標準装備し、万が一ハイブリッドシステムが停止した場合にも、スターターでエンジンを始動、オルタネーターで発電した電力を 12V 補給バッテリーへ供給することで、エンジンのみでの待避走行を可能とするレクサス初のシステムです。待避走行の間もトランスファーローレンジの使用や、アクティブハイトコントロールによる車高の調整、そしてアクティブトラクションコントロールの作動が可能となっており、悪路走破にも寄与します。さらにリアフロアに搭載したハイブリッドメインバッテリー本体を上下に分割した防水トレイでパッキングする防水構造を採用、
浸水路等での水の侵入を防ぐことで、エンジン車同等の渡過性能700ミリを確保しました。万が一防水トレー内に水が侵入した際には、トレーの中に配置した翡翠センサーが検知、メーター表示によるドライバーへの注意喚起も行います。まさに生きて帰れるを電動車でも具現化すべく、さまざまな新機能を開発してまいりました。またハイブリッドモデルならではの応答性の良いモータートルクの特性と、大排気量ツインターボエンジンの組み合わせにより、低速域からレスポンスの良いリニアな発進と加速を、アクセル踏み込み時や高速域においては大トルクを生かした力強く伸びのある加速を実現し、レクサスらしい対話のできる走りを追求しています。オフロードにおいてはトランスファーハイレンジにとどまらず、ローレンジでのモーター駆動をレクサスとして初めて採用。マルチテレインセレクトの各モードと組み合わせ、繊細なアクセル操作が要求される岩場やダート、新設路等においてはモーターのみでの走行も一部可能とし、高い走破性とコントロールのしやすさを両立しました。我々は新たな電動パワーユニットの実装に向け、プラットフォームの改良にまで手を加えてまいりました。モータージェネレーターの追加により、重量が増加し、かつ全長が伸びたパワートレーンを搭載するための専用のクロスメンバーを新設。断面を薄型形状とし、板厚を最適化することで、エンジンモデル同等の最低地上高を確保しました。パワートレーンの重量増に合わせ、リアエンジンマウントもより耐久性の高いものに変更しています。また、リアフロアへのハイブリッドメインバッテリー搭載に合わせ、スペアタイヤ位置変更のためにスペアタイヤクロスメンバーを新設。取り付け角度を最適化することで、搭載位置を下げつつもデパーチャーアングルを維持し、アクロ走破性とメンテナンス性を両立させました。さらに 12V 補給バッテリーの搭載位置をエンジンルーム内からギアのデッキ横に変更し、専用の金属トレイと脱着式のバッテリーブレースを設定。補給バッテリーの交換のしやすさとリアクォーター周りのボディ剛性向上を両立しております。レクサスでは全ラインナップで統一した走りの味、レクサスドライビングシグネチャーを追求する活動をモデルサイクルにかかわらず絶え間なく実施し、対話のできる走りを目指しております。新型 LX においてもレクサス他モデルで得られた知見並びにフレーム車ならではの要素技術改良などを織り込み、トヨタテクニカルセンター下山をはじめあらゆる路面での走り込みを実施し、オンロードオフロードを問わないレクサスらしい走りを目指しました。例えばボディ剛性についてはレクサス他モデルで実践しているラジエーターサポート周りの剛性向上を新型 LX にも織り込み、ステアリング操作に対するリニアな反応を実現するとともに、補強部材をタッチ形状とすることでホイールアーティキュレーションを維持、アクロ走破性を犠牲にすることなく操舵応答性を向上させました。またインストルメントパネルリンフォースメントにおいてもステアリング支持剛性向上のためのブラケットの追加や既存ブラケットの板圧変更を実施することでステアフィールと操縦安定性を向上させています。さらにフレームにボディをマウントするためのキャブマウントクッションについても構造を刷新、フレームとボディがこじる動きをする際の結合剛性を向上させることでフレーム車特有のブルブルとした低周波の振動をより一層低減、フレーム車の利点である高い堅牢性やロードノイズの遮音性はそのままに、すっきりとした乗り心地を実現しています。足回りについては ABS アクチュエーター部のバルブ構造を見直し、段差の通過などでアブソーバーが急に縮む際の減衰力変化を穏やかにコントロールすることで突き上げ感を抑えた滑らかな乗り心地を実現しました。
トランスファーローレンジにおいてもごく低速から車両が停止する際の減衰力コントロールを改善し、余分な車両の動きを抑え、悪路における安心感と上質さを高めました。今回新型 LX ではカーボンニュートラル社会の実現や人と自然とモビリティの共生を目指し、お客様の幅広いアウトドアスタイルに寄り添うオーバートレイルプロジェクトの一環として開発されたオーバートレイルパッケージを新たに追加いたしました。このオーバートレイルは過酷な環境にも耐えうるプロフェッショナルツールを表現した外装カラーと、レクサスらしい上質なオフロードシーンを演出する専用の内装色でコーディネート、オールテレーンタイヤ、ホイールなど専用装備も設定し、 LX をお選びいただくお客様の選択肢をさらに広げてまいります。そしてハイブリッドモデルの導入に合わせ、エンジンモデル含めて機能装備面のさらなる充実を図りました。ドライバーがより運転に集中できるよう、運転支援情報を分かりやすく表示する 12.3 インチ大型フル液晶メーターを採用、画面のカスタマイズによりさまざまな情報の表示をお選びいただけます。ドライブモードセレクトやマルチテレーンセレクトのモード切り替え時のアニメーション表示も一新しました。またレクサスオフロード AWE 社初のエレクトロシフトマチックを採用しました。前行進を繰り返しながら走破するもみ出しといわれる悪路走行特有の操作時において、操作のしやすさと握りやすさをオフロードの匠監修のもと追求してきました。このシフトノブは心地の良い食感と高い操作性を両立する LX700H 専用のシフトノブです。さらに車内でのスマートフォン充電のニーズ拡大に寄り添うため、従来の VIP エグゼクティブではリアセンターコンソールのみに設定されていた置くだけ充電を世代更新し、フロントセンターコンソールにも追加設定しました。他にも乗員の疲労軽減をサポートするリフレッシュシートをフロントシートにも採用するなど、さまざまな機能進化を盛り込み、さらなる付加価値を提供してまいります。一方、先進安全技術においてはレクサスが目指す交通事故死傷者ゼロの実現に向けて、レクサスセーフティーシステムプラスを最新機能へアップデート、また渋滞時の疲労軽減を目的としたアドバンストドライブや高度な駐車支援を行うリモート機能付きアドバンストパークなど、快適な移動を支えるレクサスチームメイトの機能も新たに設定いたしました。いかがでしたでしょうか。信頼性、耐久性、悪路走破性を電動車でも追求した新